はい、今日はですね、ちょっととりあえずこれ、パイプをですね、このパイプ引き上げてというか、本当はここからこの奥からですね、下へ下ろしていく予定だったんですが、まあまあちょっと、過去の失敗によってですね、こいつをこう上へ運ばなくちゃいけなくなったので、ここちょっとね、これカメラだと道分かりにくいんだけどね、ここ道になってるわけですよ。あ、これ一応分かるかな。まあこれをちょっと担ぎ上げていく様子をですね、まあちょっと撮影してみようかなということですね。まあ山の中で新しいことやるっていうのはこんな感じですみたいなね。まあちょっとそんなこと言うと偉そうですけどね、まあまあこんな風に楽しんでやってますっていうところで、ちょっとね、またこのシュールな、絵になると思いますけどね、まあ、ちょっと撮ってみますんで。はい、ここから少しコメントを入れてきます。まずこれ重さね、10キロ以上20キロ未満ぐらいだと思うんですよね。かなり重さはあります。でこれ今から変な担ぎ方しますね。これ最初はですね、右肩に、タオル何重にもして、右肩で、かけて歩いてたんですけれども、もう肩にすごい食い込んでしまってですね、痛くてたまらないので途中で諦めたというところですね。でこれ左だと僕はあまり痛くないんですけれども、左だとね、この先左側が、急斜面になってるんですよね。そこに落としたらもうね、取りに来るの目も当てられないほど大変になっちゃうんで、まあこの形に落ちてました。こうやってね、もう左にも左も首のあたりにもですね、重さが分散するので、まあまあタオルも何もせずともですね、歩けるということでですね、この辺の格好でね、歩いてるようになってます。ということでね、これ今運んできたんですけれども、見えるのかな、これ今ちょうど真ん中、画面ど真ん中あたりにちっちゃな小屋があって、まあここから20メートルぐらいかな。でね、これ実際つなぎたいところはここから50メートルぐらい行ったところなんだけど、これがこのパイプが100メートルで、要するに伸ばした状態、できるだけ伸ばした状態で、入れるところに引いていきたいんですよね。これこのまま、崖というか斜面、急斜面で整地してないところなんで、まあこれをこうね、この輪っか状のものをほどきながら行くとこんがらがってしまうと、まあそれで一回失敗したんで、その反省で今こういうふうにやってるわけですけど、まあここだとまあ50メートルぐらいなんで、まあやっぱ50メートルぐらいはあれね、これね、残っちゃうんだよね。だからもうちょっとね、これ上行きたいんだけど、もう上はこれ道なくてね、まあ僕の体力で怪我せずに行けるだろうかみたいな話もあってですね、まあ一旦休憩してから考えようかなってところで、ね、前やった時もね、この辺から下ろしたような記憶、一回これと全く同じものをね、一本というか通してるんで、その時この辺からやって、まあなんとかこうやりくりしながらっていう風にしたような気がしますけど、まあやっぱもうちょい上まで行きたいなということで、まあまあちょっと、一旦休憩して考えようかなというところですね。ということでちょっと休憩してきましたけど、もうちょっと上にやっぱり上げようかなと、50メートルも上げ、ね、余っちゃうとここでまた絡まって折れちゃったりするかもしれないので、もうちょっと上げようかなというところなんですが、いやまあこのちょっと上着を今着てきたように、いや今日ね曇りでね、さっきちょっと晴れてくるかななんて思ってたんだけど、もう寒くてね、今1時過ぎぐらいなんだけども、今日11月30日か、もうね真冬、まあまあ普通の都市部の真冬なんですよね、東京だとか気温が。でまあ寒いんでね、まあちょっと怪我しないようにね、気をつけてやっていこうかなと思います。
地のところからこれ30-40メートルぐらいかな、50メートルは行ってないと思うんですけどね、運んできました。でね、いやまあこれもうちょっとね上行きたいんだけど、いやもう正直ね、これやっぱ道じゃないところはね、こういやそんなに足元悪くなかったんだけど、これもうねぐっと沈んでね、下がね歩きづらいんですよね。足出てないか、これね、こういうのぐーっと、ね、沈んでくるんですよね。なんでね、結構足に負担きてね、まあここまで運んできた、ああね、下からずっと運んできたみたいのもあってね、いや、正直もう嫌になりました。で、まあもうここから下ろしちゃおうかなというところでね、まあこれね、ほどいて下ろすところは、取ってもどうなのかなというところで、まあとりあえず、ここまで運んできましたというところで、一旦終了かな。まあまあちょっと考えます。これも。はい。はい、このまま作業が続きます。はい、これからポリパイプをですね、先ほどの場所から、下へ下ろしていくんですけれども、これですね、販売店さんによるとですね、平地の場合は、この輪っかの状態でですね、こう、輪っかを転がすようにゴロゴロってやっていくとですね、まあ、ある程度伸びますよみたいな話なんですけれども、ここね、斜面でですね、かつ、デコボコも激しい状態でですね、なので、まあ、なるべく広いところでゴロゴロってできればいいかななんて思ったんですけれども、もうご覧の通りですね、転がしていこうと思うとですね、もう、根っこの部分ですね、先端の部分がもうくっついてきちゃってですね、とてもそんなことできませんと。説明してくれたお兄さんは一体どういう風にやってるんだみたいですね。まあまあ片方を人に押さえてもらってたのかもしれないですけどね。もう一人でやるとですね、このありさまですね。もう、今自分で見てて恥ずかしいような、状況ですけれども、まあここで、仕方がないので、端っこをです、持って、また上の方に持っていってですね、それで一回上、これ、パイプを、まあこれなんか刺そうとしてますけどもね、これなんか一応石ころの間みたいなところにね、入れれば持つかななんて思ってですね、ぐさっとやってるわけですけど、これ確かこの、すぐ取れちゃいましたね。まあまあでもこれですね、こうヘッドこうヘッドこうやってですね、まあ徐々に、伸びていくわけですけども、このままですね、何をやってるんでしょうね、これはね、ひどい状態ですけれども、まあこれで、これ1個だとやっていきます。この見苦しい状態がですね、もうちょっと続きますけれども、我慢してご覧になっていただければと思います。これ上から引っ張ってきてですね、今ね、こう降りてきてるところですけどね、これ後半、これ見えてんのかな、これこうね、うまいこと輪っか状にこうくるくると落ち着いてくれたんでね、これで距離、まあ、稼ぐというか短い距離でも大丈夫だったみたいだね。なんで、思ったよりも手前で、
修道してましたと、してましたというか、まあそこまで上持ってもらなくてもよかったんだけど、まあまあ結果あるんだな、こんなのは。まあもし万が一また引かなくちゃいけないような時には、まあどの辺まで上げればいいかなっていうのは、まあね、これ記録できたってことでね、いいかな。じゃあこれをここから下へ引っ張っていくのか、まあそれはちょっとカットでいい、カットっていうか、まあどっから取ろうかなっていうところで、一旦これで終了です。